現在公式 LINE では早慶ジギマチカンカン同率の入試情報、お得情報、穴場情報すべてまとめた資料をプレゼントしております。もし少しでも知りたい方、公式 LINE をチェック。はい、こんにちは、ジギマチ専門塾代表の菅沢です。です。はい、今回なんですけども、ジギマチからパズエル大学はどこだ学習院 vs 中央 vs 法政ですね、はい、どの大学か、ジギマチから外れるのか、そこをですね、皆さんに徹底解説したいかなと思います。早稲田大学専門塾、早稲パス。そんなこと言っていいと、本当に大丈夫延長しますよこれ、はい、大丈夫延長します、うん、延長しますよ本当に、気をつけてくださいね、はい、もう本当に。今回どういう流れで説明してもらえますか、はい、今回ですね、偏差値、そして合格者の出身高校の平均偏差値と、うん、就職実績と卒業後の年収という4つの軸で比較した上で、うん、どこの大学か、自分たちが外れるかというところ。わかりました。それでは少しも気になる方、はい、最後までご覧いただけたらなと思います、はい、どうぞ。慶応義塾大学専門塾、慶パス。それでは早速、G マッチから外れる大学はどこですか、はい、法政 VS 中央 VS 学習院という形でやっていこうかなと思いますけど、はい、まずどんな形でご紹介してもらえますか、はい、まず最初に偏差値に関して比較していきたいというふうに思います、はい、まず全然確認しないといけないことがあるわけですよね、はいはい、でですね、今回ポイント制にしてちょっと公平に比較していきたいなというふうに思います。確かにね、じゃあ1位だったところには3ポイント、はい、2位だったものには2ポイント、で、前回やったものには1ポイントという形で、はい、ポイントが高かったら外れないってことですね。で、ポイントが一番低かった大学は外れる。外れる。残酷な話があるのか、はい、って感じですけど、はい、分かりました。偏差値からご紹介いただいて、偏差値でランキング形式にして、はい、一番高かったところ低かったところ見ていきましょうか、はい、じゃあお願いします、はい、まず最初に偏差値からですね、こちらになります、うん、まず中学習院法政全部出します、どうぞというところで、はい、はい、言うと並び順的に中央学習院法政という形に並びましたね。はい、G マーチの平均偏差値大体どれくらいなんでしょうか。はい、こちらいます。どうぞというところで、はい、59.5 という、はい、G マーチの平均偏差値がちょっと低いけれども、はい、その中でもちょっと法政がちょっと下がってるって感じですかね。はい、法政はちょっと今年結構倍率上がったんで、うん、まあ、どうなるかわからないですけど、しかしたら来年度は上がってるかもしれない。なので、まあ、そこまで気にすることはないですけど、はい、2021年度だけで見るとこういう形ですよね。はいはい、なので法政学習院中央はこんな感じのポイントになってるって感じですね。はい、参考にしてもらえたらなと思います。ちょっと法政が出遅れましたね、はい、お世話逆転してほしいなと思いますけど、はい、明治大学専門塾、明パス。続いてですね、出身高校平均偏差値見ていきましょう、はい、その大学に進学する受験生は大体どれくらいの高校に属していくのかってことですよね、はい、つまり大体中央大学に進学する受験者層が大体偏差値60くらいの高校が一般的だったら、うん、出身高校偏差値は60になるわけですね。はい、分かりました。じゃあ大体どれくらいですか、教えてください。はい、出してます、どうぞというところで、うん、で、はい、中央大学が一番高い、中央大学がこんな感じ、はい、ドン、法政大学がこんな感じ、ドン、学習大学がこんな感じ、ドンという形でね、はい、中央が1番、法政が2番、はい、学習が3番という形ですね、はい、なので3ポイント、2ポイント、1ポイントを大学に振り分けるよという形ですね、はい、今のところ結構有利に戦っているのは中央大学ですね、はい、学習院か法政かみたいな感じかな、ね、ちょっと頑張ってほしいですね、はい、うんって感じですけど、はい、青山学院大学専門塾、青パス。続いて学習院中央法政の就職実績を見ていきましょうね、はい、どれくらい就職がいいのかと、はい、そこを見ていきましょう。で、今回はですね、有名企業4社の就職率ランキングというところで比較させていただきます、うん、こちらはですね、東洋経済のしっかりとしたデータになりますので、うん、僕ら勝手に決めてるわけじゃないですね。そうですね、はい、それでは行きましょう。まずこんな感じ、ドン、学習院がドン、法政がドンという形で、Gマーチの平均の有名企業就職率が 20.25% ですので、はい、ちょっとそれよりかは少ないけれども、うん、まあ普通ぐらいかなって感じですね、はい、ちょっと法政がピンチです、今ピンチですね、はい、ちょっとまあこんな感じのポイントになりましたね、うん、これはちょっと法政君が学習を抜いてもらえたらなと思うんですけどね、はい、はい、じゃ心配ですね、はい、立教大学専門塾、立教パス。年収見ていきましょう、はい、年収どんな感じか、はい、まあ、一応 G マーチの平均年収がこんな感じですね、 509.0 万円という形で、ね、はい、参考にしてもらえたらなと思いますが、大学の平均年収が417万円ですね、はい、まあ、大体一般で名前のよくわからない大学に行くよりかは、ね、平均年収は100万円ぐらい違うということを考えていただけたらなと思いますよね、はいはい、並び順にしてみると中央が1位、で学習院が2位、法政が3位という形ですね。中央大学専門塾、中パス。ここまで見てきた偏差値、はい、高校出身別偏差値、就職実績、年収で見てきましたけれども、はい、見てみるとやっぱり1位だったのが中央大学という形でしたね、はい、その次に学習院、その次に法政という形で、はい、法政大学を唯一2位になったのがやっぱ出身高校偏差値だけだったという形で、はい、ちょっと法政が心配です、うんうんうん、はい、ランキングまあ一番ね、低かった G マッチから外れそうな大学が一番は法政大学だったという形ですね、はい、これは大丈夫ですか、こんなランキングにして、うん、法政大学専門塾、法パス。法政大学が全然悪い大学ではないです。やっぱり G マーチの一つですし、偏差値もやっぱり高いので、うん、法政大学の魅力についてちょっと3点お話ししたいなと思います。お、はい、法政大学本当にいいところで紹介したいなと思う。そうですね、はい、別にそのなんか資格試験も強かったりするんで、うん、はい、全然悪い大学じゃないと思うんですけどね、うん、はい、うん、では教えてください。学習院大学専門塾、学パス。で、1つ目がですね、キャンパス綺麗なんですよ。
あ、まあ市ヶ谷キャンパスね、はい、オアスナブタワーがね、はい、めちゃめちゃ綺麗ですよね、うんうん、でまあ市ヶ谷もそうなんですけど、多摩キャンパスもですね、結構森に囲まれてて景観も良くてですね、うん、時々なんかドラマの撮影なんかにも使われるぐらい、うん、あの綺麗だったりします、うん、なので、ね、もしかしたら有名人とかに会えるかもしれないです、ね、お関西大学専門塾カンパス。法政大学の強みの2つ目としては、うん、マスコミへの就職が強いことが挙げられます。そうですね、実際言われてますし、法政大学も実際、ね、サイトとかで掲げてますよね。でその特徴の一つとして自主マスコミ講座っていうのが開設されることが挙げられます。ほいほい、これ何ですか。こちらですね、うん、アナウンサーだったりとかの、まあ、マスコミ指導の法政の大学生の方に特化している講座になっていまして、うん、こちらはですね法政大学の卒業生を中心にですね、そこで、まあ、マスコミ業界で活躍されている方を中心に来ていただいて講座していただく形になっているので、マスコミ関係に行きたい方に関しては有益な講座になっています。はい、わかりました。まあ結構ね、マーチ全体的にですけど、アナウンサーに行かれる方結構多いですので、それもあるんじゃないかなと思います、ね。関西学院大学専門塾カンパス。3つ目お願いします。はい、3つ目ですね、グローバル教育が充実しているという形になります。はい、法政大学はですね、スーパーグローバル大学を目指した教育を行っているそうです。ほうほう、スーパーグローバル大学。はい。でですね、ちょっと正確なデータが見つからなかったんですけれども、まあ、例えばじゃあ、英語とか国際とかっていう、まあ、印象の強い、まあ、G マーチの大学とかで。G マーチだったら、まあ、青学が、まあ、結構、最初と豊かなんかね、感じがイメージありますけど。はい。うん、で、まあ、青学と比較したデータがあるんです。こちらに、どうぞ、うん、はい。で、あの、青学よりもですね、まあ、海外の協定を結んでいる大学だったりとか、うん、海外に行く留学数だったりとか、うん、海外から来る留学者数っていうのも青学より全然多い形になってるんですよ。でもね、これはちょっとね、稲葉先生の、はい、これ数字がちょっとね、はい、ずらしてるところがあるんですけど、まずね、そもそもですね、はい、学生数が違いすぎるのよ、はい、ね、青学と法政、青学だったら青学はね、人数少なすぎるから、ね、確かに母数で見たらそうかもしれないけど、はい、まあ、用意書するための材料なんじゃないかと僕は思ってるけど、他にもあるの？留学制度が結構充実してまして、うん、派遣先の授業料っていうのが全額免除されるような給付奨学金が支給される。確かにその法制ですね、免除体制がすごいんですよ、法制は。そうなんです、はい、なので他の大学学部とか行く青学とかはあの全然免除してください、ね、ますます。あ、もちろんあるところもあります、あるところもあるけど、あの免除体制が広いかと言われると、はい、法制の方が広いです、ね、なので国際系で頑張りたい方は法政の方が選択肢としていいのかもしれないですよね、うん、というところかな、はい、で同志社大学専門塾ドーパス。4つ目、僕の補足なんですけど、はい、資格試験強かったりするんですよ。です青学とか立教意外と弱いんですけど、うん、中央法政あたりって結構資格試験強かったりするので、まあくまでも資格試験取りたいよって方だけですけど、まあ、参考にしてもらえたらなと思いますよね、はいはい、立命館大学専門塾立パス。そんな感じで見てきましたけど、はい、ちょっとね、今回燃えそうな動画でしたけど、最後よいしょすることによって稲葉先生はね、訂正を保ったみたいなところがありますけど、本当に思ってる、はい、あ、よかったよかったね、であればよかったんですけど、はい、あくまでも、ね、エンタメですからね、はい、あくまでもこれはね、なのであの本当にそれを飲みにしちゃう人がいますけど、そうならないようにしてもらえたらなとは思いますよね、はい、という形でここまでやってきましたけれども、はい、そんなね、中央法政学習に合格できる方法を知りたいわけです、はい、そんな法政が一番最下位ですとか、はい、中央が一番上ですなんて情報を知ってもね、何の足しにもないですから、はい、合格できる方法を僕は知りたい、ちょっと稲葉先生教えてもらってもいいですか。3つお話したいなと思います。はい、お伺いさせてください。はい、3つ以外にも本当は伝えたいことはいっぱいあります。ここじゃ伝えきれないので、公式 LINE をチェック。はい、公式 LINE の方で全て勉強をまとめてますので、見てもらえたらなと思います。こちらが振り返ってください。よろしくお願いします。はい、それではまず、中央法政学習院に合格できる方法を2つ目教えてください。はい、早稲田大学専門塾、早稲パス。一つ目はですね、勉強、そして大学合格に対する目的意識っていうのを明確化してほしいなと。目的意識、はい、なんだろうな、まあ、つまりですね、うん、なぜ大学受験をしてその大学に行きたいのかっていうのを明確にしてほしい。確かにそう言われてみると、はい、あんまり目的意識って持てないですよね。なかなか難しいですよね、うん、で人間ってやっぱりメリットっていうのがないと動かない生き物だと思うんですよね、うん、今どうですか、まあ、見てる受験生の方は大学に行くメリットとか考えてますか。で、なんか嫌な質問かもしれないですけど、ね、考えてますかってことですよね、はい、結構多くありがちなのが、まあ、保護者に言われたから、うん、学校の先生が言ってたからとか、うん、良さそうだから、うん、周りの友達が行くからって形で決めてるケースがやっぱ多いですよね、うんうん、まあ、やっぱり自分の心から湧いてきたものじゃないので、どうしても途中で折れちゃう受験生が多かったりとかね、うん、あるいは別にそこの大学じゃなくてもいいから評価下げちゃうねみたいな話だったりもあるので、うん、必ずその大学に行きたい理由っていうのを明確化してほしいなというふうに思います。多くありがちなのが、はい、学校の先生のポジショントーク、うんうん、まあ、つまりどういうことかっていうと、どうしても国立 の、 あの合格者を増やしたいから、はい、お前は国立に行った方がいいんじゃないか、うんうん、国立はこういうこともいいぞって言って国立を推し進めるんだけど、うん、いや今からその成績で国立目指すのは結構自滅しちゃうよねっていう受験生が多かったりするので、はい、あの実際に先生に言われたから戻されるっていうのも正しいとは限らないし、うん、学校の先生とか親御さんに言われて勉強するっていうのはどういうことかっていうと、はい、結局やっぱ嫌なものになっちゃうんですよ、ね、どうしてもやっぱ嫌なものになって逃げちゃうになっちゃうので、どうしても勉強時間が少なくなっちゃうんですよね。早く終わらせてゲームしちゃおうとか、ね、スマホ触ろうってことになるので、うん、できれば自分の意識で自分の思いで勉強できるといいんじゃないかなと思いますよね、はい、続いて2つ目いきましょう、はい、慶応義塾大学専門塾 K パス。
2つ目はですね、志望校から逆算された勉強計画を立てて実行してほしいなというふうに思います。別に逆算しなくていいんじゃないですか行き当たりばったりで勉強すればいいんじゃないですか、はい、で逆算しないとどういうことが起こるかっていうと、全然関係ないことを勉強しちゃう。例えば学習を目指しているのにリスニング勉強しちゃうとか、あるいは無駄が多い勉強しちゃう。例えば記述問題が出ないのに記述問題に対策しちゃうということもあ、まあ、極端な話ですけど、はい、明治に行きたいのに5教科7科目勉強しちゃうみたいなだからこそ計画立ってなかったらそういうことも生まれてしまうかもしれないし、無駄な勉強してしまうというところがありますので、必ず計画立てて勉強してほしいなというふうに思いますし、あるいはですね、旅行する際とかっていうのも計画立ててると思うんですよね。まあ旅行する時とか、はい、登山をする時とか、何かまあ遊びの約束でもやっぱ計画立てますよね、はい、まあ、それと同じでいいですよね、計画立ててなかったらグダグダになっちゃうじゃないですか、だからこそ勉強計画でも立てなかったらグダグダになっちゃいますよね。そうだね、まず計画立ててください。 で、ね、それがやっぱりじゃあ今行きたい学習院なのか必要なのかっていうところを軸にして計画立ててほしいなと、ね、はい、わかりました、ね、計画皆さんで立てましょう、はい、ね、3つ目いきましょう、はい、明治大学専門塾名パス3つ目はですね、圧倒的な時間を勉強に費やしてほしいなと思います。圧倒的な時間、はい、いや、いいんじゃないですか、そんな勉強時間作らなくてもね、できたらするんじゃないの、僕が思うんですけれども、最も受験してる中で一番受験生が足らないものって何かって言われたら勉強時間だと思うんです、なんでかっていうと、やっぱり1日2時間3時間やっただけで満足しちゃったりとか、あるいは休日でもまあ 4,5 時間やったからいいかなって思っちゃう受験生がいて、結局勉強時間足らなかったねってなるんですけど、なんで勉強時間足らないかっていうと、人間値目指すってなってくると1年間で2000時間とかって必要になってくるんですよ、人が足らないと3000時間ぐらい必要ですね、はい、まあ、じゃあ3000時間としたら1日大体10時間とかっていう風な話になってくると思うんですよね、なんですけど、じゃあ平日それでさ 2,3 時間やった時で受かりますかっていうところです。これから先やっぱり偏差値が65とか70とかっていう大学を目指してるはずなんですよ、そうなってくると上位本当に 10% とかね 5% とかっていう世界になってくるんですね、なので差をつけるためにはまず自分で勉強時間がなかったら、まあ、成績伸びないよねっていうふうに考えてほしいですね、それもそうですし、はい、地頭がとか才能がっていう先生いますけど、はい、地頭とか才能とか全く関係なく、はい、みんな平等なのが勉強時間ですよ、わ、ね、かるかな、どれだけ才能がある受験生でも、はい、まあ、どれだけ才能がない自分でも、結局勉強時間12時間とか5時間とか6時間8時間9時間って変わらないんだよね、だからどれだけ才能のある受験生に勝てるかって言われると、才能とか地頭で勝てないんだったら勉強時間で勝つしかないんだよね、つまり才能ある受験生が5時間とか6時間とか7時間しか勉強したかったら、もう君は12時間とか13時間勉強しないと勝てないよね、しかも逆にそれが勝てる手段であれば、それしかないわけであれば勉強時間増やすしかないわけだから、才能あるしかも地頭のある受験生に例えばね、もう勉強時間でさえも勝てなかったら、じゃああなたはどこで勝てるのっていうのが必要ですよね、だからもう勉強時間増やすしかないんじゃないかなと思いますよね、はい、青山学院大学専門塾青パスという形で、はい、ここまで合格できる方法を3つご紹介させていただきました、はい、他にもありますので公式連合格にいただけたらなと思いますね、はい、という形でここまでお話しさせていただきました、皆さんの知見の参考になればなと思います、はい、そんな感じで今回は終わりにします、ありがとうございました、ありがとうございました、ここまでご視聴いただきありがとうございました。現在ですね、早慶 G マーチカンカン同率に特化した大学受験塾を運営しております。もし少しでも早慶 G マーチカンカン同率に合格したい受験生、概要欄から公式サイトをご覧いただけたらなと思います。一緒に合格目指しましょう。